いいっすね、うん、これ350円やばいっすね。おばあちゃんが作った感じ。すごい、おいしそう。これなんすかね、これ。あ、しゃくしな。ん？しゃくしなかな、これ。しゃくしなじゃないな。今食べてんだけど。なんだろうこれ。あ、うまっ。うまっ。何これ。からしな。あー、うん、からしな。確かにちょっと辛、辛い感じもする。うん。その季節のもの使うからね。めっちゃうまくないですか、これ。うん、うまっ。おいしい。あ、うめえ。うん、横で食べてますよ。うまなんかやっぱ年取るとこういうのいいな。年取るとうんじゃバランスがいいね。ゆっくり食べなよ。うん、何でそれいっぺんに口の中入れんの？な、ちょっと食べ物ってもう結構ね、あんまりゆっくり食うの好きじゃないし、うまっ。なんかちょうどお腹空いてんじゃん。うん、よかったよかった。うん、うん、うまっ。あとで百均に行きたいんだよね。あ、行きましょう行きましょう。うん、よ、うん、いや、うまいな。うまい。まだ映ってないよね。映ってないよ。映してないです、映してないです。あれ、たこ焼きは？ここ。来た。食べな。いらないですか、うん、めっちゃ美味しそうですよ。なんだっけ、カツオ、カツオって書いてあったよ。なんとかカツオたこ焼き、うん、うわ、チーズたっぷりじゃないですか。めっちゃ美味しそう食わないですか、うん、食ってくださいよ。いらないよ。いらないですか。じゃあ一個食べようか。どうぞどうぞ。よし、よしえさん。あ、まだあったかい、全然。うまっ。チーズが。遠慮しないで食ってください。あ、取れない取れない。まあ、僕のお金ですけど、でも長遠さんには。もうさ、こんなさ、たこ焼き1個食べただけでさ、ずっと言われそうだよね。ねいや、僕のお金ですけど、でも、ね、じゃあ、長遠さんにも、でも、この前ね、それ以上花火投げてもらったから、ね、実質長遠さんのお金みたいなもんね。あ、そう、本当に、うん、じゃあ、てんてんさんにちゃんと返してあげなよ。そうですね、まあ、もう会った時とかあれば。何会った時って、会うわけないじゃん。まあ、北海道ですからね。本当に。でも、なんか、なんかすげえ前だけどコロナ終わったらなんか遊び行こうかなとか言ってましたよ、うん、あ、ほんとすごい、うん、北海道から、はあ、うん、すごい、まあ、コロナ終われて いつになるかわかんないですね。まあね、うん、うまっ。どうですか、僕のお金で食べるためも美味しいですか。うまい誰のお金でもうまい間違いないですよ。うん、うん、美味しい。あ、10倍のどうもうまっ。めっちゃ美味しいですね。うん、どうでもお腹いっぱいになっちゃう。そう、なんか顔がする。ありがとうございます。よかった、うん、これ普通のね、こんな普通の日常だよ、これが。長太郎さん、こんなことやってんすか、うん、普段お弁当、旦那さんとね、お弁当買ってどっかで食べようか、みたいな。こんなことやってんすか、うん、どれぐらいの頻度で。一週間に1、2回。いいな、なんかめっちゃいいじゃないですか、うん、仕事して、うん、でちょっと作るの大変だからさって、お弁当にしようかとかって。週一にペースすげえな、こんなの、うん、俺なんかこれ初ですからね人生で初ですよ、こんな感じ本当？いや、本当に本当に、うん、せっかく秩父で暮らしてんのに。いや、それこそだからほら、保育園の頃とか、うん、小学校の頃か、なんか本当たまにこういうことあるじゃないですか。すっげえたまに、うん、
でもそれ以来の学生以来ですよね。みんなでほらこう学校で行ったとか以外で。うん。そっか。うん。大人になってからこんなことやったことないですよ。家にいるんだから、配信者なんだから、こういうことできるじゃん。え？うん。勤めてないから、できるよ。ちょっとトゲがありますよね、言葉ね。配信で、配信がしたことでしょ。でも、やっぱ一人でここ来てもなんかあれじゃないですか。まあ寂しいね。寂しいですよね。うん、誰か、最低でも2人以上で来ないとちょっとやっぱ寂しくないですか。私はいいけどね、一人で。あ、そうなんですか。一人で来たりします。うん、来るよ。本当ですか。この、ここに来て、うん、飯食うんですか。弁当は食べないかもしれない。お茶は飲む。あー、うん、マジですか、うん、だってこれ一人でこうやって飯食ってたらすげー寂しい人じゃない。これやばくないですか。山登りの人とか食べる。え、マジですか。うん、今日遅いじゃん、食べんの。何ですか。今ちょっとお花見も好きだから。うん、あ、美味しい、これ。うまっ。うんうん、すごいな、こんなデートコースもいいかもな。ね、いいでしょ。うん。え、デートって普通どんな感じなんですかね。俺あんまわかんないですよ、デートって。私も忘れちゃったよ。忘れちゃったよ。なんかね、僕ね、うん、まあ、別に全然女の子でデートとかしたことあるんですけど、うん、なんかあんま結構困っちゃうんですよ。どこ行けばいいのかなみたいな、うん、まあね、うん、こういうところだよ、やっぱし。なんすかね、うん、仮にせっかくこっちに来てくれたんならさ、うん、うん、こういうとこ連れてってあげなきゃ。あー、確かに確かに、うん、あの、うん、大滝とかさ、滝、うん、ね、滝見るとかさ、うん、うん、三つ峰もそうだしさ、なるほど、うん、なんかせっかく秩父来たのにさ、その辺のファミレスとかさ、うん、あのマックとか行ってたらさ、つまんないじゃん。でも大体そんな感じなんですよね。つまんないやろ。なんかそのなんていうの、うん、学校では教えてくれないじゃないですか、あんまり。うん、そうだね。義務教育で教わってないんで、そんなの。うん。女の子とのデートの仕方なんて習うとこないじゃないですか、だから。まあね。いや、本当分かんない人は分かんないと思うんですよ。うん、そっか。じゃあ教えてあげな、うん、ちゃんと自分が身をもって。教えてあげなってたら俺分かんないって言うんじゃない。ただ長瀞さんと今日ここ来て、あ、こんなのいいのかもなって思って、うん、そうそうそう、うん、うん、よっさんとかさ、はあ、よっさんよっさんと来たんでしょ、だってここ。いや、よっさんとは別に、だってデートっていうか。だってよっさんなんてあれじゃないですか、もう金使わなきゃ、だったら女に相手してもらえない。なんでそんなこと言うの。なんて、あなたはね、そういうこと言うからダメなのよ。いやいやいや、そのあるじゃん、だってあんな、だって片輪のあんな障害者さ、そんなこと言っちゃダメ、歩けないね、ダメです。絶対ダメ。あんなのだってふわっちでそれなりに稼いでるから、うん、ね、女が寄ってくれてきてるだけで違うよ。いや、そうですよ、あんなの。誰が好き好んであんなやつ、またそういうこと言う、ダメだって。なるほど。俺もね、似たとこあるんですよ、うん、俺もなんかやっぱ金で女釣るみたいなとこあるから、うん、でも予算の気持ちも分かるんですけどね。ダメ、うん、絶対ダメ。そうすか、うん、こんなことしてるうちは絶対幸せになれない。遊びは遊びでね、はいはいはい、割り切れればいいけど、それはさ、うんうん、どうせ私が言ってることなんて心に響かないだろうけど。え、僕っすか。あー、どうだろうな、基本人の忠告聞かないですからね。そうでしょ、本当に、本当だよ。人の忠告聞かないで突き進むタイプだね。それが、その結果これだよ、今、今だよ。じゃない。いや、もう笑うしかないでしょ。, 笑うしかないですよ。ねえ、リスナーさんにもそう言われんじゃない？あ、でもいいな、こういうとこね。
うん。